コージー東のクリプトピリア、えー、今日も暗号通貨とブロックチェーンに関する用語を簡潔に説明していきます、えー、今日はですね、えー、前回ちょっとリクエストがあった DAPS という言葉について説明をしてみようと思います DAPS って聞くことは確かに多いと思うんですけど定義が正直分かっている人もいるかもしれないですし分かっていない人もいると思うんですけど結構いろんな人がいろんな別の意味で使っているような気がするので DAPS そもそもううのかか今どんなな感じになっているの定義をですねブロックチェーンハブドットネットっていうところからちょっと参考にしてみたんですけどそれによると DAPS とは分散化された P2P ネットワーク上で機能するアプリケーション中央集権的な管理者やサーバーに依存せず特定の管理者体は必要としないアプリケーションのことを DAPS っていうとしています。 でまあ、これだけ聞くとなんかよくわからないってことだと思うので、えーまあ、今の定義だと仮にして、えー、その定義でいくとですね要はこう特定の管理主体がいなくて、まあ、勝手に動くタイプのものをダップスということになるのでこれは別にブロックチェーンに実は限らない話なんですねなのでビットトーレントとかもその定義ではダップスになりますし、えーまあ、ちょっとイメージが違うと思うんですけどビットコインも管理主体がいない分散マネーってことなので、まあ、これもダップスだっていうようなことが 言えるという定義ですただですね、えー、実際にもっと広く認識されて界隈で使われている DAPS って意味がちょっと違ってですね、まあ、突き詰めると大体は e ーサ r アム m とか EOS を使って、えーまあ、スマートコントラクトで書いたアプリケーションを DAPS っていうことが多いと思いますでまあもう少し具体的に言うとですね、えー、例えば e、まあ、イー r リア m 上で機能している分散取引所ゲーム あとはまあ少し前から騒がれているディファイとかオープンファイナンスとか言われるものも、まあ、全部あのイーサリアムのスマートコントラクトを利用して書いてるので、えー、これは DAPS っていうような認識ですねで、えー、まあ多分これだけ言われるとああまあそんなの分かってるよってみんな思うと思うんですよ、まあ、DAPS っていうのはだからスマートコントラクトでイーサリアムとか EOS とか最近だとトロンとか何でもいいですけど で書いてる、まあ、ブロックチェーンのアプリケーションだよねって思うんですけど、えーまあ、ただこれ本当にその意味でいいのかなと思うところがあってもともとさっきも言った通り本来の意味は P2P ネットワーク分散化された P2P ネットワークで管理主体がいないアプリケーションっていうもののはずだったんですけど最近出てきているいわゆる d a p s とか呼ばれるものとか、まあ、ゲームとか分散取引所 DeFi、まあ、その他も々も含めてなんですけど大部分が実は分散化されてない。 わけで、えー、大抵その遠くの発行主体とか管理主体がいたりとかあとはオラクルっていうまあ外部の情報ブロックチェーンの外の例えば株の価格の情報だったりとか気温の情報だったりとか、まあ、そういうものをこう教えてあげるオラクルって呼ばれるところが結局こう特定の人とか団体に依存してたりとかあとはですね、えー、ちょっと違う視点で考えると EOS とかトロンとかで動いている いわゆるこうダップスと呼ばれるものっていうのは、えー、EOS ってその特定のコントラクトをブロックプロデューサーが同意すれば止めることができるので果たしてじゃあその作ったダップスを他の人が勝手に止められちゃうっていうふうになった時に果たしてそれはダップスと本当に真の意味で呼べるのかっていうような問題はあると思います。えー、なのののでで、ねえーまあ、本当の意味での もともとの定義での DAPS を実現するのは非常に難しいですし今ある DAPS と呼ばれているものは、まあ、ほとんどその定義に入らないというのが自分個人としてはそれは問題だなと思うわけですねで。そういう理想的な視点から語りたがる人もいるんですけど自分含めてで。ただしですね、どちらかというと企業とかはこの分散アプリケーション DAPS とかいう言葉を、まあ、ちょっとハイプとかマーケティングに利用しているところが最近多くてですね、例えばまあ具体的に言ってしまうと、えー、日本の LINE 社が LINE のオリジナルブロックチェーン上でアプリケーションを作れるようにしてそれをブロックチェーンのアプリケーションなので DAPS だっていうような取り組みニュースみたいなのが少し前にあったと思うんですけどこれは正直言うとこのブロックチェーンは LINE とかが管理しているものなので個人的にはこれを DAPS プラットフォームとか DAPS とか呼ぶのは不適切というかあまり正しい表現ではないかなと思うんですけどただまあ,あのいろんな ものがね、トレンドが向かってる方向はどちらかというとそっちで、まあ、この言葉がちょっと一人歩きしちゃってるような状況かなって感じで考えていますまあ本当はですねだから DAPS じゃなくて、まあ、ブロックチェーンアプリケーションとかだったらまあ分かるんですよねまあブロックチェーン確かに使ってるので分散化とか P2P とかあの管理者がいないとかっていう条件は満たしてなくてもブロックチェーンを使ってるのでじゃあブロックチェーンアプリケーションと言いましょうとかっていうなったらいいんですけどちょっと分散って言われると LINE 社が管理してますよねみたいになってしまうと、ちょっとやっぱり自分は違和感を感じますね。ただ、別にこれは LINE だけじゃなくて、他の企業でも同じようなことをやってるところはありますし、今後もそういう話は増えていくと思います。はい、というわけでね、DAPS、まあ、これからもまだまだいろんな面白いアイデアが出てくるとは思うんですけど、まあ、実際は分散性だったりとか、自立性の点ですごい疑問に思うところも多くてですね、まあ、ちょっとそこは注意して聞いといたほうがいいかなって気はします。 とはいえね、言葉はね、いろいろ変化していくものなので、最終的に別に分散化されてなくても、ダップスってブロックチェーン使ってれば言うんだっていうふうになるかもしれないんですけど、えー、まあ、自分が推してるとか、か他の会社が推しているダップスと言われるものが、果たして分散化されてるものなのか、それとも集権化されてるものなのか、で集権化されてるとしたら、本当にそれ、作る意味あるのか、みたいなところは常に意識した方がいいでしょうね。というわけで、えー、今日はダップスという言葉についてでした。ではでは。